変化、いろいろ考え方って、ですけど、こうね、僕が気にしてるのは、逃げるんじゃないんだけど、自分の姿勢のまま、この手、この足、次の攻撃考えてるの。で、この位置は逃げるのね、こうさよならって。だけど、次の攻撃考えてるから、この線、攻撃が来ないようところに逃げて、自分の姿勢だけまっすぐっていう感じね。そういう感じ意識してるんですね。で、こう詰めて、戦いモードでこう詰めていくんじゃなくて、こう逃げちゃったよ、知らねえよって、そういう感じ、そういう感じでやってんだよね。転換はね、転換は、そういう、知らねえよって、そういう感じ。彼女勝手に。で、次、待ってれば来るんだけど、で、転換だから、転換の形だから、姿勢を正しくしようとか、そういうことを考えてやって、それだけなんですね。最初だからね。じゃあ、ちょっとやってみましょうか。いや、まず同転じ換転から。換だけど、今度、こっちの手使うの。この手。こうでもいいし、こうでもいいんだけど、こうね、と、こうできるよね。で、持ち替えちゃうってのかな。こう、持ちか、こういうふうに、ほら。で、こっちの手持たし、こっち、どうぞって、こうね。でも、こっちの手、生かしてんの。で、こう、で、こう、ね、できるよね。こうね、こう。で、こう持ったの、こうするの。で、自分、足。ここでやらないように、ここでやっていかないで、こうやって、ほら、ずーっと、ここは何もしてないんだけど、倒れちゃった。彼女勝手に倒れちゃったみたいな。こう、持ってるだけ。こう入ってきた。こうに、こう。場所でやってるって感じ。じゃあ、これ、ちょっと持ち替えでやってみましょどうう。こうやってやったら、ね、こうやって、こう持ち替えるんだよね、こう。で、こっち気にしてんの。気にしてるから、彼女の線はこっちに、自分はこっち入ったの。で、待ってりゃ来るんだよね。で、待ってないの。わーって。これで、定感いっちゃった。ぶつけちゃうの。ぶつけちゃったら、受けられちゃうの。受けられちゃったら、なっちゃうの。だから、受けられないように、この手でいかないで、体がいってんの。体全体。だから、受けてない。受けられないようにするのがコツだから。これ受けられこれ受けられたこうなっちゃうね。だから、受けられないように、受けられないように、これから、こうやったら受けられちゃうから。だから、体がスイッチしてる、相手の方に。だから、何もこれやってないのね。それがコツだと思うんですよ。だから、こうやって来て、こうぶつけぶつけ、ほら、受けられる。で、うまい人だと、これわざとね、やらしといて、こうやって受けられてる。いかねえよってなっちゃうのね。だから、こういかるんだよって、ほら、体出ちゃったから、関係ないのか。こうやってやってないの。こうやって、手で。体でやってんのね。で、まあ、さっき、いろいろあれしましたけど、基本的にはさよならだから。さよならするんだけど、こうに、ほら。でも、これで手でいかないで、体がこうにして。ここ何もしてないよね。何も、ここも何もしてない、ここも何もしてない。体だけいってる、体だけ。ここも何もしてない。みんなこうやってやって、これを伸ばして、これを引っ張って。ここら、固まっちゃってるって、すごい不自由じゃない？こう、ほら、全然、ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃ。ふにゃふにゃってから、体を自由にするってからね、こう、さよなら。で、いいよね。安定してるよね。で、次、まあ、荒川先生じゃないけど、次ね、なんかやってくんだけどさ、で、それまでは安定して、まあ、来ないでねって、そういう。で、基本はね、合気道はやっぱりやっつけること、相手やっつけることばっかりやってんだけど、こう来たらさよならっていうの練習した方がいいかなと思うのね。いや、来ないでよって、やだよって、そういう感じ。それで、安定して、こう、
来たんだけど、やっつけに行くんじゃなくて、このままでしてたの、こうやって。そういう感じだから。何もしてないよね。ここ。そういう感じ。で、ちょっと練習としては、さよならする練習だって言ってんだけど、こうやって、こうやって、さよなら、さよなら、さよなら。で、自分が安定して、次来るのね、次。次来たら、次、おっと、来たらやっつけちゃうってもいいんだけど、来てもさよならする。ね、なんか来てもさよなら。そういう感じ。それ、まあ、持ったのね、持ってきたらさよなら。こうさよなら、さよなら。で、間合いがあれば、次、ほら、一歩踏んでからじゃないと来ないから。さよならした後、間合いが詰まってると。例えばさよならした後間合いが詰まってれば来るんだよね、次ね。でもさよならした後に間合いがさよならってそしたらほら一歩踏んでこないと来ないね。だからそういう練習、間合いの練習、間合いこう近いだと次来ちゃうから、だからこうさよならってこう離れて間合い1畳ぐらい来ないよね、来ないよね。で、その練習やろうかね、少しね。あんまり面白くないから。まあいいや、少しやろう。じゃあ、ちょっと見て、これ、さよならと思う、ほら。さよならならないの。やって、さよなら。さよなら、ほら、さよならできないよね。意外と難しいだよね、こうやって。さよならすんのは、彼女の資格をにほら資格狙ってないとダメなの。彼女の正面でさよならと来るんだから必ず。だからこうやってやって資格もらってさよならってやらないと間合い取れないじゃない。だから間合い取るためには彼女の資格が必要。こういうふうに資格必要。じゃあそういうことでもう少しやりましょう。あのね、切るのも大事。切るのこれ切れないと、ここの手切れないとずっと追っかけてんだから、こうやって離れたらやられちゃうからって。だからこれ切るのすごい大事。こう切るのっていうのはどうやってやる、切る練習っていうのはやってんだ。こう要は肘と机とかこうね、こう平行してれば切れるの。それから詰めたら絶対切れないの。だから出すの、ほら彼女出すの、出してるから切れるの、伸ばしてるから切れるの。それね、切る練習だから、切る練習でもあるから、切れないとさよならできないんだよ。ずっとくっついちゃってくっついて追っかけてくるのだからそういう話で、もう少しやりましょう。こうやられないようにね、こうやってほら、これ中心にもらったら僕の資格、そうそう、で僕の手が届かない位置がないとダメなの。じゃないと届く位置だったらやられちゃうんだから。だから触って力が入るまで、この力が入るまでに彼女はこっちへ入って、そうそう四角へ入って、だから届かないのね。でさよならされちゃったの、さよならって、ほらだから振り返って何かやんなきゃいけないの。ちょっと間合いがあるから一歩踏まないとできないね。その間に彼女はまた対策できるって、そういう話ね。捨てる意識と、それからあとは何だっけ、あと捨てる意識ね。捨てる意識大事で、みんなこうやってこういうとこ持ってくんじゃない、捨てちゃうの、こうやってさよならってさよならの意識大事。さよならで、さよならの意識の一環として、こうほら、さよならの意識が使えないと、いつもこいつカッとこの手持ってっちゃうようになっちゃうから、さよならなんだよって、ほら、したら一歩踏んでから来るんだよね。その時にだから、さよならの意識を続けて、ほらこういう、さよならの意識大事。さよならってそういう感じ。捨てるって意識ね。捨てる。こう持ってくんじゃなくて捨てちゃうの。こっちへ。で、自分が入ってきちゃうの。こうやって。それ大事だと思うんだよね。で、捨てる意識、なんていうの、難しいんだけど。これも捨てるんだよね。これ向こうは捨てたんだよね、捨ててんだよね。こうやって自分の
中にこういうふうに入れてくるっていう隙間あるんだけど、こっち捨てちゃう、こっち捨てる意識を使う手もあるんじゃないかなと思うのね。こういろいろ捨てる意識、捨てる意識、捨てる無言もうーってそういう感じで、好きにさちょっと意識使って、そういう意識使ってちょっと捨ててみようかな。捨てるのよ。そういう感じでちょっとやってみよう。わかるよ。あのね、じゃあちょっともうちょっと今ね、こうあった今ね、その向こうでも話したんだけど、こう言って向こう捨てたいと思っても捨てれないでしょ。でも捨てれる方向探すの自分で、こうやってか向こうに捨てたっけ、ほら手もあるし足もあるし、だからそしたらやめて、こっち捨てんだよ、こっち、ほらさよならって、同じ自分の最初の想定でこっち捨てたいと思っても捨てれないんだから、ほら。でもよく考えてみたら、彼女の手は力こっち入ってんだから、こうやって、ああどうぞ捨ててくださいって、こっち、そういうふうに考え直さないとダメ。捨てるって意識はそういう意識だから、自分の思い通りには捨てれないのだけど、捨てるって意識が優先してれば捨てることだから方向は関係ないの、ただ捨てることだけ考えるの、そういう話だから、捨てるんだよ、捨てるんだよ、そういう話。じゃあもうあと1分か2分か3分かやりましょう。あのね、捨てれないの分かりました、みんな、あの見ててやっぱりね、捨てれないんだよね。僕なんかもそうだけど、あのまた使えるんじゃないかなとか思うじゃん。そうするとなかなか断捨離は難しいですよね。あのでも捨てる練習やっぱりした方がいいような気がするんだよね。だからみんなこうなんかこうもらいたいっていうかな、なんかもっとポッと捨てちゃってって、そういう意識を使った方がもっといいんじゃないかと思うんですよね。もう少し後でね、後でて後日また稽古したいと思います。じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。